ワン、ツー、ワン、ツー、スリー、フォそこが我が町道の駅南は梨の花北には火打ち灘そこが我が町道の駅従業員の女の子が可愛いんだうどんにカレーにビールもあるから飲んだくれみんなが集まる道の駅道の駅なんだ豊浜町ライブの季節音楽仲間が集まるよ夕日を背に向けてさぬきのミュージシャンギターを抱えて集まるよ従業員の女の子が可愛いんだライブを見ながらビールに枝豆最高だよみんなが集まる道の駅道の駅なら豊浜町国の西の端そこが我が町道の駅夕日が沈む頃かがり火燃える頃夕焼けライブが始まるよ従業員の女の子が可愛いんだライブを見ながらビールに枝豆最高だよみんなが集まる道の駅道の駅なら豊浜町道の駅なら豊浜町4月から始まったね、この道の駅ライブもね早くも今日は千秋楽ということでね、この間ねあの開幕戦の時にねあのちょうど天候が悪くてあの テントの中でねテントライブをやったのがついこの間のように感じますけどね、次の曲はですね、私のファーストアルバムに収められている曲でね、約もう30年40年近く前にね、三重県の方に住んでいた頃にね、中部読売新聞にね、水難事故の記事が載ってまして、その記事のね、
記事をもとに、詩を書き直して、やった作った曲です。遅かった水色のサフという曲です。探したけれど58日水の中たった一人で水の中息吹おろしの寒い日でした。散歩していた兄ちゃんは般若川へ落ちました。父さん母さん探したけれど早い流れの川の中冷たい冷たい川の中いつも元気な兄ちゃんと一緒に町へ行きました。いつも優しい兄ちゃんとヒマラヤのケーキ食べました。赤い小さな実が一つそしてあの年九つの命が水に消えました。悲しく辛い日々でした。唇かみしめ父さんは川に柵を作ろうと町の人に呼びかけました。涙ながらに母さんは署名集めに行きました。父さんたちの呼びかけは大きな輪となって子供を守る輪となって水色の柵ができました。もっと早くできてたら兄ちゃん落ちずに済んだのに。もっと早くできてたら兄ちゃん死なずに済んだのに。どうもありがとうございます。まあ、このね、あの道の駅四国北村道の駅ライブね、もうこの道の駅富山がねオープンした、2000年のね4月から、始まってね、始めましてね、もう今年で25年目になります。もう毎月、20年まではね毎月2回しとったんですよね、20年目からは、月1回に変えましたけどね、皆さんの協力で、続いております。次の曲はこれも新しめのね、曲ですけどね、観音寺の新しいテーマソング、観音寺と書いてね反対から読むと音を見るという街ですね。
音を見ると読みますけどね、その音を見る街ブルース聞いてください。音見る街のブルース、音見る街のブルース、音見る街のブルース、音見る街のブルース。今日は音見る街のお祭りの日だ。みんなで輪になって踊ろうぜ。音見る街のブルース、音見る街のブルース、音見る街のブルース、音見る街のブルース。今日は音見る街の旅立ちの日だ。銭形すなえで踊ろうぜ。音見る街のブルース、音見る街のブルース、音見る街のブルース、音見る街のブルース。今日は音見る街のお祭りの日だ。天空神社で踊ろうぜ。音見る街のブルース、音見る街のブルース、音見る街のブルース、音見る街のブルース。今日は音見る街のお祭りの日だ。銭形祭りで踊ろうぜ。お祭りの日だ。豊浜調査祭りで踊ろうぜ。今日は音見る街のお祭りの日だ。豊浜調査祭りで踊ろうぜ。音見る街のブルース、音見る街のブルース、音見る街のブルース、音見る街のブルース。どうもありがとうございました。それではね、私の最後の曲ですけどね、今日もね、私の遠山拓郎の大ファンという、方がね、岡山県からわざわざ駆けつけて、ね、くれてますね。本当にありがたい。なんか遠山拓郎グッズとかね、遠山拓郎のキーホルダーとかこれ、ね、見せてもらいますけど、遠山拓郎掛け時計とかほんまに作っとんですよ。すごいですね。今度なんか遠山拓郎の LINE スタンプとかいうのを作ってくれとるそうで、それも楽しみにしてます。そのね、彼らが気に入ってくれとるという私のね、ファーストアルバムの中から、俺たち日本人に捧げる歌聴いてください。釜の飯を食ってる仲間だろう。あ
争い事などもうやめにして豊かな日本を築こうよ。作り笑いのうまさでは誰にも負けぬあなただよ。笑顔の裏に隠された醜い心を洗いなさい。嘘で固めた供述が人との絆を奪い去る。俺たちみんな日本人じゃないか。同じ釜の飯を食ってる仲間だろう。争い事などもうやめにして豊かな日本を築こうよ。怖さをまざまざと見せつけられたお薬と我が家をなくした人たちも希望を信じて生きている。島原地方の人たちに笑顔は戻るのだろうか。集中豪雨の鹿児島じゃ通貨の友の姉さんが尊い命を失った受話器の向こうで友の声。俺は何も言えなくて言葉をなくしてしまったよ。俺たち四国のミュージシャン愛媛も徳島仲間だろう。香川も高知も仲間だろう。どっちが偉いなど関係なく力を合わせて築こうよ。細かいことなど抜きにして大国築こうよ。輝く四国を作るため、俺たち四国のミュージシャン愛媛も徳島仲間だろう。香川も高知も仲間だろう。どっちが偉いなど関係なく力を合わせて築こうよ。細かいことなど抜きにして音楽大国築こうよ。輝く四国を作るため、輝く四国を作るため。
うもありがとうございました。